きなり波乱の幕開けとなりました。戸田らしい展開で始まりました準優勝戦。先ほどまでの向かい風は収まってきました。11レースの準優勝戦を迎えます。ピット離れはほぼ揃いまして、どうやらここは大きな動きなさそう。スタート展示同様、枠なりでバックストレッチが6艇、ゆったりとした動きです。スタートまでは1分を切ります。予選2位の勝ち上がりとなりました1番の吉川元博。ここ2走は0台、安定したスタート、そして順調な動きで勝ち上がってきました1構成1番の吉川。そして初の SG、 予選3勝を挙げて準優まで来ました。破壊力抜群の動きは2コース2番の桑原優。じっくり溜めてという形になりそうです。そしてただ一人戸田の SG ウィナー、3コースに3番の山崎智也、4コースの角1は4番の田村貴信。だんだんとスタート攻め出しています。どんな策があるかどうか、ダッシュ算定。昨年地元クラシックは準優止まりでした5番の菊池光平、5コース6コースは久々の SG ファイナルかかる6番の山口剛。進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5コースから5番の菊池がいいスタートになりましたが、 1,2 コースの2人も差がなく、ここは伸び返していく。イン、昨晩1番の吉川逃げる、内を突く2番の桑原の差し届きません。まくって攻めた3番山崎が続く2番手は水です。ここはしっかり逃げました。1番の吉川先頭、リードは3点進。2番手は2番の桑原がインコース1点進リード。スタートは前提正常でした。外から3番山崎、内から5番の菊池がやってきて2幕の旋回。5番の菊池のプレッシャー、2番の桑原は差し返す形。一方外を待った山崎は流れました。4番手交代、ここで2番手ラスイは2番の桑原、インコース伸びています。アウトコース5番の菊池を抑えて1点進リードを取りますが、内から切り返そうというのは5番の菊池、しかし懐入れません。2番手先行する2番の桑原、ここは抜け出しています。そして再び上がってきた3番山崎は、ここは3番手ラスイです。バックストレッチでは2、3番手差は3点進。3番手ラスイに5番の菊池と3番山崎、その後ろに6番山口、最後方4番田村が追走。2周に幕の旋回です。1番の吉川独走、そして2番手2番の桑原、3番手振り込んでしまった5番の菊池、今度は内から6番山口が上がって3番山崎との3番手争いと変わります。これから最終周回、2番手2番桑原のリードはさらに広がりました。先頭は1番の吉川元博、最後のバックストレッチに移ります。2番手水槽2番の桑原、3番手6番の山口の内を突く3番山崎、3番手は接戦続く展開、まだ決着つきません。ここは1番の吉川元博がきっちりと逃げまして勝ち上がります。そして2番の桑原優、 SG ファイナル初の優勝が見えてきました。最終ターンマーク、3番手は3番山崎、内をついて6番の山口、これはどうか、届きません。先頭は1番吉川五輪、2番桑原五輪、3番山崎五輪、6番山口五輪、5番菊池五輪、4番田村五輪。